x 二十六 x 二十六 a x 二十六フリーゲートはアメリカ陸軍及び海軍が運用していた航空機でシュワイザー s g s 二から三十二を原型としたグライダーである。q t 2 p c 九百六十年代後半にアメリカ海軍はテストパイロット要請用として複座グライダーのシュワイザー s g s 二から三十二を取得し、 低速時における方向打や補助翼の試験を行っていた。これには X-26 の名称が付けられた。1966年にベトナム戦争向けに X-26A をもとに隠密偵察を行う機体を開発することとなった。これは X-26 の胴体中央部にエンジンを搭載し、そこから延長軸を伸ばして、 機体全部に4羽プロペラを装備し、モーターグライダーとしたものである。回収は、ロッキード社で行われ、QT-2PC の名称が付けられた。QT-2PC は2機が製作され、1968年に、南ベトナムで、陸、海軍共同で、実地試験が行われた。1969年に、QT-2PC は、アメリカ合衆国本土に戻され、 再び、アメリカ海軍のテストパイロット要請に使われることとなった。このため名称を整理し、取得当初のグライダーを、X-26A、QT-2PC に改造した機体を、X-26B と分類した。なお、QT-2PC は、要 -3A 音密偵察機に発展した。ありがとうございます。